はい、皆さんこんにちは、マネルギルビーチです。では今回は空母戦記2プレイをしていきたいと思います。早速シナリオを選択していきます。今回、プレイしていくのはですね、こちら珊瑚海海戦をプレイしていきたいと思います。前回前々回とミッドウェー海戦を行ってきたんですが、初回に関してはね、ある意味では史実に近い形でミッドウェー島攻略を先に行ったところ、敵空母から出てきた艦載機に空母赤城、加賀、そして飛龍に蒼龍と4空母すべて大破させられる、撃沈させられるという、大敗を喫した初回に続いて、2回目はね、逆に敵空母ヨークタウンを撃沈したものの、こちらもね、損害が出てしまった上にミッドウェー島攻略もできずと、引き分けという結果になったと思います。今回はね、その珊瑚海海戦をやっていくことで、もう一度この空母戦記2のプレイの、あり方というかね、セオリーというか、もうそういったものをね、ちょっと勉強しながらプレイをしていきたいと思っています。ぜひ皆さんお付き合いをよろしくお願いいたします。で、珊瑚海海戦、皆さんご存知の通りですね、MO 作戦発動に伴って行われたポートモレスビー攻略をめぐる戦いになっています。では早速ですね、始めていきたいと思います。で、味方の方は MO 機動部隊、MO 援護部隊とあるので、ちょっと中身見ておきましょう。まず MO 機動部隊の中身ですね、こちらは正規空母昇格に追格で、前回までは赤城、加賀、飛龍、蒼龍と、比較的皆さん馴染みの深い空母出てきたと思うんですけども、この昇格随格って割と新しい空母になっているので、ちょっとまずこの昇格随格中身見てみましょうか。昇格、まず格納庫の規模が77、今回はね51機の航空機を積んでいて、その内訳がですね、艦爆が19、冷戦が18、観光が14ですね。で、昇格型の一番艦になっています。 MO 機動部隊、はい。で、続いて随格ですね、これ姉妹艦になってます。で、規模は当然同じなんですけども、航空機の数が微妙に違いますね。こちらの随格のは45機搭載ということになっています。で、以下、順々に、駆逐艦が護衛でついているというこちらの MO 機動部隊ですね。続いて MO 援護部隊もちょっと中身見ておきましょうか。ここの中身は従順になってますね。で、水母っていうのは水上母艦ですね。水上母艦、大した戦力はないんじゃないかなと思いますが、一応水上母艦の中身見ておくと、零式の推定、これが6入ってますね。で、零式の水艦が6という形になっています。あくまでも水蒸気母艦になってますからね。で、一応ね、こんな形でいつもの通り中身が一応見れるようになってるっていうのがね、この空母戦記2の面白い部分になっていると思います。では早速プレイの方を始めていきます。まずはポートモレスビーの攻略なので、どうなんだろうね、あくまでもここは敵空母を優先して見つけて撃破していくという流れを考えていきましょうか。なので索敵をまず行っていきたいと思います。今夜間の1時なので、索敵隊がすぐ飛ばせるように準備を始めていきます。ここではね、フレッチャー少将の17機動部隊、中身で言うとレキシントンとヨークタウンが出てきた戦いになるので、このゲーム上でもおそらくレキシントンとヨークタウンが出てくると思うので、この2空母を撃沈するというのを目標にプレイしていきたいと思います。では時間を進めていきます。まずは空母を動かさなきゃいけないね。あんまりね、基地に近寄りたくないので、少し離れる動きをしましょう。で、武装援交なんだけど、どうするかな。観光を優先で出していった方がいいよね。基地攻撃ではなく、敵の空母を狙うのであれば。
もう甲板に上げちゃいましょう。で、上げた中身だけ確認します。今だと、どうだろう。甲板19上げていて、観光が8しか上がっていないので、これ逆にしましょう。観光を上げる。こんな感じかな。これで、甲板に38の45分の38。いやー、これだったら救急の甲板もうちょっと上げようよ。救急の甲板上げて、これでいきましょう。で、髄核のも同じようにやっていきます。こんな感じかな。これで、甲板マックスになりましたね。で、偵察機もね、しっかり飛ばしていきたいので、偵察機もね、飛ばせるフェーズになったら飛ばしていきます。とりあえず、夜明けまで時間を進めていきましょう。とにかくね、この空母戦の醍醐味が存分に味わえるのがこの空母戦機2なんで、空母好きの方はね、ぜひ、一度プレイをされてみるとドキドキ感がすごいです、本当に。さあ、ここでいよいよ、敵の動きに合わせて、味方も動いていきます。で、直縁の出し方に関しては前回、前々回と同じように、まずは、直縁は2ローテ制、まあ、シフト1、シフト2という形にして、もう3つの、ごめんなさい、もう一度整理しますね。まず戦闘機は3個のグループに分けます。で、これはどういうグループ分けをするかというと、直縁1、直縁2で、この直縁1、直縁2はシフト制にして交代にします。で、もう一つ3つ目のグループは、攻撃機、爆撃機が飛んでいくときにそれの護衛をするという意味で3つのグループに分けます。なので18機構成の場合には666と分けていきます。なので、まずシフト1のちょっと戻りますね。シフト1の直縁を編成します。で、高高度であり。で、髄核も同じですね。髄核は直縁が少し多いんだね。で、偵察機がやられていくようであれば、偵察機をちょっと引き抜いてあげる必要もあるのかなと思うので、まあ最初はね、こんな形でいきたいと思います。で、索敵機ですね。索敵は前機から全方位的に発進していく。で、距離は 80% にしときましょう。戻ってこれないというのが最悪なので。北北東、戻ってこれないっていうことがないように行っていきます。戻ってこれないともう傷ついてないのに、その時点で航空機を無駄に1機失うことになる、まあ、1機で済めばいいですけど、出した分だけ失うことになるので、それは絶対にね、この貴重な航空機を失いたくない。そのために、索敵距離は 100% ではなく 80% にしておきます。特にね、今、艦隊離れていく動きになってますんで。ん？発見したな。敵を。さらにこちらにも敵、索敵機が艦隊上空にやってきたんだな。敵の索敵機、OS2U、推定、2機。これは、1機撃墜、2機撃墜という形ですね。OK だ。で、敵艦隊、イというのは仮につけた名前ですね。上空で空戦発生。敵の直縁は15。味方は、衣笠から出ている索敵隊。零式の推定が2機。これは戻ってこれないだろう。戻ってこれないけど場所は分かった。では攻撃隊出します。索敵攻撃、雷撃機を出しましょう。で、さっきお話したように冷戦から
攻撃機を守る護衛機6機出します。さらに観光、これは最大初戦で決める高連度優先、登場するパイロットの連動ですね。当然熟練搭乗員を登場させた回の方が戦果が見込めるということで、今回はその熟練搭乗員を惜しみなく投入。敵の位置はもう知れているので確実に仕留める。ここだ、きっちりとね決めてきてもらいましょう。敵の空母レキシントンとヨークタウンを沈めてきてくれ。ここも熟練搭乗員を惜しみなく投入。確実に仕留めてきてもらいます。さあ、では攻撃機発艦です。敵は、ワイルドキャット4機。うん、14機ですね。で、味方は冷戦が6機。雷槍の97式の艦砲が12機。なんとかね。何機かでも残ってほしい。でね、レキシントン、ヨークタウンっているんですけど、アメリカ軍の艦隊、防空がね、すごいしっかりしてるんですよね。艦砲が1機だけになってる。マジか、レキシントンに魚雷を発射。当たってくれ。当たったー。魚雷が、いい、この熟練搭乗員、さすがだわ。1機で魚雷当ててくれたもんね。しかも空母に。あ、ただここまでか。居住区破壊、機関破壊、まあ、ただ機関はね複数あるのでこれだけでは落ちないですね。続いて随格隊ですね。随格隊の方は艦砲が11機、とりあえず降り出た。でここからレキシントン、ヨークタウンをはじめて機関隊の対空攻撃をくぐり抜けて魚雷をぶつけてきてくれ。2機か。熟練搭乗員だぞ。頼むぞ、熟練搭乗員たちよ。ここも2発だけか。いや、本当にさ、敵の防空すごいよね。傷つけたけど、破壊するには至らなかったな。これ、でももう、だいぶ艦砲を失ったからな。しょうがないね。さあ直縁ですが、直縁はこのままかな。一旦このままにしましょう。で索敵機ももう出れるものはないのでこのまま。で敵の索敵機がやってきているのでこれを直縁で迎撃しましょう。で攻撃隊、続いての攻撃隊は索敵攻撃、急降下爆撃を行っていく。高連動優先って、もう高連動あんまりいないからな。しょうがないけど、まあここはね、先制攻撃でとにかく敵のね部隊を潰していかなきゃいけないので、どうする？本当に悩ましいな。随格の部隊は高高度から行こう。で、冷戦は出さない。これなんで冷戦を出さないっていう選択肢にしたかというと、最初に中高度から昇格の爆撃隊が冷戦の護衛を伴って急降下爆撃を仕掛けます。で、これは敵の直縁が急降下をする中高度から入ってきた爆撃隊を追っていくので高度が下がる。高度が下がった後に随格から高高度からの爆撃を行うので、高高度から爆撃する艦爆に直縁は張り付いてこないので、まあ仮にね高高度に張り付くっていう動きをしていた場合はしょうがないですけどね。敵が冷戦をここで出してしまうとちょっと直縁が危なくなるので、ここは艦爆だけで行ってもらいましょう。しっかり決めてきてくれ。では
艦爆隊発艦です。航空機を起動させます。前機足元へ起動でいいでしょう。余裕を持たせているので前機問題なく戻ってきます。あ、そうか、ここ自動にしとこう。すっかり忘れていた。自動にしておかないと面倒くさいですからね。武装はつけてあげないとそもそも飛び立てないので、武装をつけるためには必ず格納庫に入れますと。格納庫に入れて武装をつけたら、甲板に上げて攻撃隊として発艦させる。戻ってきたら格納庫に下ろして武装をもう一回つけてあげて、また甲板に上げる。この繰り返しですね、空母の運用は。さあ直縁隊上げます。温存した髄核から出しましょう。で、索敵機はまだ戻ってきていない、出せないので、このままだな。敵の推定を迎撃で攻撃隊です。攻撃隊もまだ戻ってきて武装をつけていないので今回は見送りだ。で、中高度より敵編隊接近。マジか、大丈夫なのか。29機とかマジで無理だ。とんでもねえ数来るな。よく29機も送ってきたな。これ味方の艦爆がやられるぞ。うん、敵の艦爆にやられるぞ。18機残ってるもんね。18機って相当よ。7発命中。昇格ですね。いやー、やられた。ただ、甲板は残っていて、格納庫も残っている。いや、格納庫は半分だな。で、今度、髄核なんですね。いやー、やってくれるなー。さらにかー。まあ、敵はだってね、なんといっても、空母と基地から両方からね、航空隊出していきますからね。沈められた。髄核が激震。いや、強いぞ、これ、敵。マジか。史実ではね、レキシントンを撃沈、ヨークタウンを大破させて、帝国海軍が勝利した戦いなんですけども、ここは、まさかの展開だな。着艦できないもんね。いやー、これでもう、残念ながら戦いが終わってしまった。まあもう味方の機動部隊から、出せない形にはなってしまいましたので、航空機をね、出せないどころか着艦すらできないのでもうどうにもならないですが、何がいけなかったのかな今回。やっぱり敵の今回は、まず敵の直縁が、多かったですよね、一つ。なんで、やるべきことは、やっぱり集合攻撃だったんだよな。索敵攻撃よりも集合攻撃の方が明らかに効率がいいので、敵の位置をしっかり見極めたら、そこに集合攻撃をやっぱり仕掛けるべきだったんだけど、その集合攻撃を仕掛けるにあたる索敵が不十分だったってことですよね。ただ索敵は全方位的にやって、分かった。多分、索敵一回バーッと飛ばすじゃないですか。で、おおよその敵の位置がつかめたら、今度はそこに集中的に索敵機を飛ばすべきだったんですよね。で、そこで索敵機が回食してる状態、張り付いてる状態のところで、
攻撃隊を集合攻撃で一気に送り込むというのが良かったんだ。まあ、ちょっと大いなる反省点になりましたが、三国外海戦。これはリベンジ案件にします。ごめんなさい。またリベンジかという話なんですけども、ちょっとこちらリベンジ案件にさせていただきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。